長期にわたる戦いの末レギオンの勢力は衰え人類側は戦いに勝利したように見えたしかし白煙化症候群の発生は収まることがなく人口は減少し続ける2014年レギオンと戦っていた組織ハーメルン機関から興味深い報告が挙げられた 巨人から得られたサンプルを元に研究した結果白煙化症候群の撲滅はできないまでも感染を回避する方法が発見されたというのだゲシュタルト化と呼ばれるその手法は人間の肉体と魂を分離するものである技術的には不安定だったものの他に白煙化症候群への対処方法がないこともあり 2030年代には世界中の人をゲシュタルト化するという計画が発表された。